今回は私たちにペットが入ります。なんとなんとなんとトリオプスです。敵が持ってるのはほうほうねんエビ。名前も自分で決めていいですか？いいですよ。こいつ、この子はナナという名前にします。ナナにするの？はい。今日多分一匹じゃないよ、何匹もいると思う。え、そうなの？え、一粒じゃないでしょ、さすがに。ちょっと待ってね。開けていい？いいよ。開けてみよう。開けた？何が入ってんの、まず。開けるオールインワンセット、水槽とこれだけだ。あとこれ、これ、エサ、うん、これ。ちょっと待ってね、これ多分仕込みがあるから。トリオプスの方の水槽と、あ、確かに。どれが卵なんだ？オネエビの卵、あ、これが卵。これ餌だから、これはまだ開けなくていいか。うわ、すげえちっちゃい。この中に卵入ってる。で、今の卵はどれ？結構いっぱい入ってるね。じゃあ1個ずつやってみる。1個か。うん。これからエビが生まれるんだって。生まれるかな、本当に。そうかな。あ、そう、それ餌だ。生まれるの？うん、それは栄養だって、栄養だ。とりあえずこれは入れない、そっちだけだ。じゃあキキのからとりあえず行こうか。はい、キキのから行くの。ちょっとお水入れてくるよ。はい。ねえねえねえ、うん、こいつ好きなんだよ。どれ？こいつ、トリオプス。うん、キキはこいつ好きなんだよ。エビ、エビの卵見た？こんなだよ。ねえ、卵はこんなんだよ。あ、すごいいっぱい入ってんじゃん。ちっちゃーい。コウネエビの卵。あ、水道水を8分目まで入れてから1日置いてくださいだって。ああ、1日置く。で、1日置いた水の中に炭を入れて水を軽く混ぜましょう。とりあえず。ててね、トリオプス。これも、 A の方もそうかな、じゃあ。あ、これもそうだ。じゃあ同じだ。 A の方もお水入れて置いとかなきゃいけないね、とりあえず。なんで？じゃないと、あのカルキっていうのが水道水に入ってるから、それを一回抜いてくださいよって。じゃあとりあえず一旦の準備完了だね。 OK、 また明日。栄養を水槽に全部入れる。こいつ、こいつ見た。確かに。これに水半分、半分入れて、うん、トリオプスは1から5日で生まれます。それ入れちゃっていいよ。おさらしは食べるんだって。栄養ちっちゃ。臭い、なんか臭い。あ、臭いんだ。どんな匂い？なんかさ、うん、塩の匂いがする。塩、塩がなんか焦げたり腐ったりする。あー、確かにそんな感じの匂いするね。ちょっと待って、これ、これちょっと難しいから多分入れる。これ卵だからさ。卵を、この卵、はい、この中に。え、そんな、あれ、それ今ピント合えてた？いや、多分ね、合ってない。どう？いや、絶対見えてない。チューブに入れるの、卵。そう、入れて、うん、ちょっとずつ入れてあげるの。待って、入れて、うん、1、2分くらい水をよく混ぜます。それ入れる。これ、これに入れるより多分、うん、これにさ、卵入りきらないから、こっちに入れちゃった方がいい。逆の方がいい。うん。さあ、え、トリオプスってすぐ生まれるの？トリオプスは1から5日だって。1日から5日。そう、早ければだから明日か明後日には生まれる子がいるかも。おー、入った。生まれたよ。待ってね、もう一回やるよ。それ、これ全部卵なの？いや、この中にね、白いのがあるんだけど、うん、見えるかな。見える？あの、手が邪魔なんですけど。見てよな。
よし、これで最後刺して優しく待ちます。次は放念エビです。明日生まれてほしいな、はい、明日生まれるといいね。うん、こうやってやれるんだ。そう、それお水入れていい。よし、これを入れてくれ。あ、違う、そのまんまポチョンって入れてあげて。このままやるんだって。結局このまんまポチョンって。そう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 、お上手。すっげえちっちゃい、こっちの卵。こっちの方がちっちゃい？全然ちっちゃい。エビの卵を入れます。そしたら、よし、このままさーっと入れてあげて。 OK、 ちょっと待ってね、入ったね。うん、OK、そしたらキキ蓋だ。この炭は入れっぱで OK。 入れっぱでいいんじゃない？ OK、 OK。 じゃあ蓋をして、完了完了、いえ。じゃあとりあえず待ちだね。待ちだね。生まれるといいね。あー、浮いてるわ、こういう卵ちっちゃい。見えるかな、これ。本当だ、本当だ、浮いてる。あ、なんか浮いてるの見えるよ。いや、浮いてるって言ってんだ。なあ、ジャイアン。